お祈りします神様ありがとうございます私たちを罪の中から助けてくださってあの遅刻の永遠な刑罰から救われてくれたことについて本当に感謝差し上げます神様の十字架の血のおかげさまで私たちの全ての罪を永遠に あのきれいに洗っっててくださってまだあの神様のが復活してくださって私たちをあのわれたその愛が本当っていうことを自らに証拠してくださってまだ精神を送ってくださって私たちに救援の確信を抱えてくださってまだあのそなの難しいの世の中で神様に任せていけるように手伝って てくださって本当に感謝させあげますあの世の中は大変なんですけれども神様だけあの任せてたくさんの人たちに私たちが聞いたその大事な福音をあの伝えられるように手伝ってください伝播してても伝播,し伝播してて あの本当にそんなあの高い所からとうとうに現れて点破できるように私たちを手伝ってください私の信仰を捕まってくださいそして私の周りにいるたくさんの人たちが救われてもらって神様に栄光を差し上げながら一緒に天国に行けるように大きな祝福をあの降りてください。 私たちがその仕事のためにおしあのよよ呼ばれたし神様の祝福を伝えるためにこの世の中で私たちは住んでいます。まだその全ての難しさの中で私たちを守ってくださったことについてもまだ感謝さし上げます。神様あの神様がこのプランスをあの愛してくださってあの大切なパリの教会を許してくださいました。 教会を立って、立ってくださって。うちのパリの教会を通じて、神様の修復、祝福音を今伝えていらっしゃってるんです。私たちが神様と一緒に仕事する人として。もっともっと大胆に、もっとよめ、あの真面目に、あの福音を伝えるように手伝ってくださって。まだあの福音を伝える必要なものすべてなこと。武術とか、肉親的な環境も。 神様が全部皇居してくださって、あの私たちが平安の中であの安定的な中で、神様の祝福音を求め、大胆に伝えられるように手伝ってください。今日もあの大事なパリの教会の家族たち、神様のお言葉の前に出たので、言葉として教えてくださって。 神様の愛の音声のおかげさまでその心にいっぱい入られるように望んでますもし私たちの中であのなんか肉親的に大変で病気になってる兄弟姉妹さんいらっしゃってます神様があの色の手であの触ってくださってあの早めにその難しの中から外られるようにあの 神様が私たちにあの,あのかわいそうに思ってください。私の周りにたくさんの人たちが神様を知らない。今も住んでいます。もっと大胆なあの心を許してくださって、福音としてあなたたちに一緒にできるように手伝ってください。まだ私たちのパリの教会教会の家族の中で遠くにいらっしゃってて、あのオンラインだけ参加できない。 あのそんな信仰の家族さんもいらっしゃってるんです。どこにいらっしゃってもその心を色してくださって、まだ大胆とあの勇気を許してくださっていらっしゃってるところから神様の体になってる教会が建てられるように手伝ってください。神様の大きな大きなあのあのうなんかあの辞表え辞あの辞表 施してください。聞いた言葉の中から一人の言葉でも。視線できるキリストをになれるように、あの、導してください。そのすべてなことを天地天の中神様の手に任せます。主イエスのお名前としてお祈りしました。アメン。聖書を、あの、マタイによる福音書の十章の二十七節の言葉を探してみます。 で、マタイによる福音書の10兆の27節のお言葉です。探してたら、あの、ちょっとここをチェックしてください。で、マタイによる福音書の10兆の27節の言葉を一緒に、あの、読んでみます。私が暗闇であなた方に言うことを明るみで言いなさい。耳打ちされたことを屋根の上で言い広めなさい。 でコロナのことがあのちょっと長くになっています。予想できずにあの長い期間に今続けてて昔にあのサスメルスで他のあのいろんなあの病気があったんですけどもそれがそんなに長くにはいけ,けなかったんです。でも今回のあの,このコロナ COVID-19、19 はそれをあの長めに続いている今も影響を受けてってるしあの一昨いにプランスの政府からはあのまさかあのそのそのあの疾病から勝利したみたいに話したりあのまだあの普通通りにするために今話しているんです政府ではプランスの。その中で あの兄弟さん姉妹さんたちは元気「あのちょっと気をつけてください」で本当にあの病気にかからないようにお抱えにお祈りしててあの振り返ってみてみくださいでもそんな難しいな状況の中でも私たちが聞いたその大事な福,福音を伝えられなければならないんです。それで今日 一緒に考えてみるお言葉は「マタイによる福音書」の十章の二十七節に「あの耳打ちされたことを屋根の上で言い広めなさい」って書いてあります。それを持ってて一緒にで言い広めなさいっていうことはキリスト人としてたら「 あの、ちょっとあの心の普段はみんな持ってます。少しでもでも聞いた福音を伝えなければならないんです。それで。過われたキリスト人としてたら、誰も当たり前に祝福福音を伝える牧師の先生なんです。皆さんがみんなが出あの言い広めなさいっていうことは？ うん、でも、私たちが住んでいるその世の中は、ちょっと考えてみてたら、すごくおかしなあの世界になってます。今の地帯の価値観は何ですか。今のあの、なんか、あの、今の、今の時は大切なんです。体の中心になって、マタイによる福音書の十兆の二十八節も読んでみます。私は読んでみます。 体は殺しても魂を殺すことのできないものとも恐れるなむしろ魂も体も遅刻で滅ぼすことのできる方を恐れなさい。で聖書の言葉にイエスの言葉に何だとおしゃべっていらっしゃってるんですかあの体を殺す人もいるし魂を殺すこともあるだから体と魂があるっていうこと。 次の世の中があること天国と地国だから今の健在のことがあってたら魂が永遠に止まる来世天国と地国があるっていうことを今おしゃべっていらっしゃってるですで、私との目に見えるその世の中が全部じゃなく 私たちがあの世の中を理解するときに、もっと広いな資格を持っ,て持って持ちなければならないんです。コ古臨と神殿の手紙の四兆の九節に考えてみると、神は私たち,私たち人をまるで死刑図のように最後にあの引き出されたものとなさいました。で私たちは正解の中に天使にも一人にも見せ物となってからです。 だから正解は目に見えることだけじゃなくてその世の中は天使たちが今活動しているんですこの世の中は悪魔も今活動しているんですで世の中は聖経緯は神様の,あの感謝があるところなんですあの体を持っている人たちだけいるところではなく神様の形通りに立てられたあの霊魂たちが 体を体で今活動するところがこのあの今の世界なんです霊魂が救われてもらった人たちは後で体もあの一緒に復活するんですで霊魂が凄われてもらえてない人たちは後になったらその死んだ体も神様があの返してくださって霊魂と一緒にそこ,この裁きに入っちゃうんです 現在に目に見える世界と目に見えないこれから来る世界が事実はつながれてってるし事実私たちはあのその現在のその武術世界と私の目に見えないその霊的なあの世界が今空いていってるんです。それでつながれでがてるし 私たちは私は今その正解の中で私は今住んでいます。で、デモデのへの手紙の二の四章の言葉を探してみます。デモデの手紙の二の四章の三節です。で、四章の三節です。デモデの手紙の二の四章の三節です。 誰も探してみてたら一緒に読んでみます。誰も健在な教えを聞こうとしない時が来ます。その時、人々は自分につこうの良いことを聞こうと、好き勝手に教師たちを寄せ集め。で、デモデンの手紙の4著3節に何だと書いてあるんですか。 あの好き勝手に教師たちを寄せ集めって書いてあります。教師が多いということなんです。人類の知識と文化を大きくに発展されたあの媒体は本なんです。昔に本はあの蓄われる前の世代はあの口伝えであの伝えたあのこの知識がその印刷っていうことが発展 神が,が上司してからそれがきちんときちんとたまって知識がたまってそれにおかげさまで今健在の価格の,あの文明が発展されてでも今あの健在の文明は健在の文明はすごくあのー すする知識に住んでますだから知識がすごく大きくにあのジャンプしてパソコンもそれあのなんかあの新しいシステムがあの介入通り入れてるしインターネットも完璧なあの5 g ギガが今あの5ギガが,あのがあの到来する。 あの間際に住んでるんだけどもう、あの次のちの生態を私たちが考えながら今その住んでるあのちき生態に住んでいます。で、ユービーコータスっていう言葉知ってますか？それはラティンラティン語であのどうやって読みますか？ユービーキタリオスで読めると思います。そのユービーコータスっていう言葉はその意味は 元神様はどこでも存在するっていう意味なんです。で神様の健在性を話している言葉で、でも最近はその言葉をパソコンとあの結合して今使ってるんです。だからあのどこいつどこでもどんな機械を注しててもパソコンの使えられるっていうことを指ことすってあの今使ってるんです。でか変わって今使ってるんですその意味を。 はっきりに言えばそのインターネットはこの皆さんもみんながあの今感じてるし個人で知ってるしそのインターネットは今最後の時代に敵クリストに本当に大きくにあの使われると思いますはっきりに言えば。それインターネットがあの今あの発達して世界のどこでも簡単にあの あのすごくあのすぐあのつながってって使われるからもっと大きくにうるさくになってる世界で私たちは住んでます。昔はその大学っていうところを作ってあの名前は何で大学をキャンパスって言います人たちがよくあの通ってないあの空気いいところで別に建物を建てて。 特別な人たちだけあのそこで行ってて何かをを特別を並びましたそれであの他の人たちにはあのなんかすごくあの破体排他的なところになってそこに入ってるたちは特別な特権を与えてクプっていますその「クロップ」っていう言葉はそこで始めたその言葉なんです。 で同じのクラップで活動する人たちは同じの服を着,着て同じの精神を持っててあの共有してねタイの言葉もそうなんでしょうタイ同じのクラップから始めたっていう言葉がありますなんかあの か同じの,あの布を持ってたらそこの出身っていうそこから今泊まってる人っていう意味その人たちの立場を現れるんでしょだから他の人たちとちょっとあの別にしてで同じの複数の,の精神を比べてて他の人たち他のあの階級として特別にする意味を意味が入ってでも今は。 先生がすごく多いなんです。それもおかしいなんです。でも多くてもすっごく多いな多いなんです。あの接続したかったらいつでも簡単にあのあ会えられるその先生の言葉を聞,聞くあのその地帯に住んでます。YouTube にあのすごくいっぱいあの先生たちがいるんでしょう。健康に興味が持ってますか。健康のチャンネル。 を押したら youtube のつながれているこのサイトが健康のことについていっぱいなんか入ってる,出るんです何か歴史に興味があれば歴史につながっているなんかあのいろんな調べてみてたらその youtube がそのあの歴史につながれていることを全部探してくれるんですそれで。 あのその先生のこと聞いてみたの、あの人が話してること聞いたの、聞いてみたのすごく先生たちが今。溢れてるその地帯で私たちは住んでます。だから私たちはユートボの中で、今。あの、なんか、あの、引きこもって。 あの人の思考の方式を知りたかったら YouTube を探してみてたらあの人たちの,あの考え方が何かあの人の思考の方式は何かということをすぐあの知らればいれるんですでもその YouTube ではでもあのすごくあの健全で発展できるあの情報も結構あります。 それも認定します。聞いてみてたらすごくあの有益でいい情報もあのただで比べるあのそれもい,いいことなんです。多分あの学校に行かなくてもあの YouTube だけちゃんと勉強してても普通の大学の知識を全部並べられます。で あのなんか人たちがそんなに話していることも聞きました。世の中では武術の正解と霊的な正解だけあることではなく、あのそのインターネットの正解もありますっていう冗談で話したんですが、でも本当本当そうだだと思います。インターネット正解がすごく広くて、あのサタンの悪魔はそのインターネットの正解をあの なんか作っておいて。そこで正解の人たちを全部あの。全部あのあっちから全部あの集まってって、それコントロールするから後ろです。だからインターネット世界に入ってたら、こあっちからあの切り抜けるのが難しいなんです。すごくユニークでいい情報も溢れてるし。でも。むしろ知識の工事の中で。 あの私たちは神様の言葉をすごく深くにあの聞くことよりインターネットで簡単であのたやすに流れてきた情報をただあの目を通してあの満足する時もあるかもしれないんです。のののの手手紙節にに自分の好き勝手に教師たちを寄せ集めって書いてあります。 神様来来る時がすごく近く近に来てました。私たちはインターネットであの流れてるその知識で私の脳をいっぱい満たしているんじゃないかそれじゃなく神様の一つの一つの言葉で私の心を豊かに溢れていってるかそれをちょっと考えてみなきゃならないと思います。事実インターネットでたくさんの教師たちがいますよね。 でもその方たちはあの他にたちは望んでないのに今教えてるんです。で本当にその分野ですごい悔しくに知ってる専門家だけあの教えていることではなく、資格を持ってない人たちも誰でもあのたやすいにユーチューバーになってあのそれであのユーチューブをあの なんか流れてきた内容をま,まさか自分が努力してあの習ったみたいに何も努力しなくてなんかパソコンだけ押して何も努力なくて同じようにあの話したりそのインターネットで知識が溢れてて溢れててで今は何が本当の言葉か。 あのみんながあの間違ってるしみんながあの見分けつかないしだから本当に助けてもらった私たちの,あの叫ぶがあの聞こえないようになってるんですインターネットで見分けがあのあの流れてるその薄い情報がすごく大きおたくさんあって私の本当の福音があの音かしたり意識したりのが本当のことなんです。 でも神様は、あのすごくきっしりに命令してるんです。テモデの手紙の二の四兆の一節から二節なんです。テモデの手紙の二の四兆の一節から二節なんです。私が読んでみます。 神の御前でそして生きているものと死んだものを裁くために来られるキリストイエスの御前でその出家とその御国と思いつつおごそかに命じます神様の御前でそして生きているものと死んだものを裁くために来られるキリストイエスの御前であで神様が現れていることその,あの出家と御国御国は天国なんです それを持って思いつお動かに明示しますって言います。で偽節の言葉を一緒に読んでいます。見言葉を述べ伝えなさい。俺が良くても悪くても励みなさい。十日目戒め,今しめ励ましなさい。忍耐強く十分に教えるのです。で神様下さるその,あの命令は何ですか 厳しな命令はお言葉を伝えなさい。言葉をあの言い広めなさいって。状況がいい時も悪い時もあの。折りが良くても悪くても、いつも言葉を言い、広めに頑張りなさいっていう言葉なんです。賛節帳を見てたら、誰もあの健全な教えを聞こうとしない時がきます。その時？ あの好き勝手教師たちを寄せ集めって、うん、書いてあります。で4節に「心理から耳を背け作り話の方にそれで行くようになります」しかしあなたはどんな場合にも身を慎み苦しみを耐え忍び福音選挙者の仕事に励み自分の務めを 果たしなさいそれが転倒の教師だけあのくれたお言葉ではないんです私たちみんなにくださったお言葉なんです苦難をもらながら転倒しなさいということ私たちに任せたあのその方針の仕事を赤岩を持っててやりなさいっていうこと主の人と中はそんなに住んでても世の中にたちは あの教えをもらえずに自分の緑心をつながってキリストの言い換えにもたくさんの教師たちを置いてその耳を神様の言葉から振り返って「虚しいな」の話を聞いてもあなたはその全てのことを苦難をもらいながらあの転倒しながら方針の仕事を励み自分の務めを果たしなさいって言いました。 あの店頭の,あの仕事だけ任せてる人ではなく首都圏高6区の一致帳の八節にはあなた方の上に精霊が下るとあなた方は力を受けるそしてエルサレムばっかりでなくユダヤとサマリアの全土でまだ地の発展に至るまで私の証人となるで精神があなたに至ると。 でその精霊が下ると救われた人たちはみんながあのイエスの,あの証人なんです。救われた人たちはあの,ホの神様の,あの証人ではなくたまに自分自身をあのなんかあのヨホバの証人として紹介する人がいるんですがイサヤの聖書を見てたらあのイスラエル イスラエルたちに今、話してるんです。あなたは私の証人、選んだもらった私の証人って言います。イスラエルたちだけ。あの予報場の証人になってるし、それから助けてもらった。私たちは、それも私たち証人なんです。あのイエス・イ・キリストの,あの証人なんです。使徒圏五六の一町の八千地に書いてあるみたいに、あの。 地の果てに至るまで私の承人となる私は神様の承人なんです救われてもらえる時に精神が入ってきてくださいました精霊がそれで私たちが福音を伝えるその力も受けました私たちはイエスからあの直接に使命をあの私たちはあのもらった人たちなんです福音の伝える 世の中の人たちは来ることがなくても忙しく通ったり、ユーチューバー乗ってどこ,どこでも行ってるんです。どっちでも自分自身の薄いな知識を伝播してるんです。そんなにして今通ってるんです。でもこの悲しいな現地なんですけども、私たちもあの来てくださいっていうところはないんですが、来てくださいって神様の言葉を伝えてくださいってお願いするところは。 あの悲しいなんだけどないんですでも私たちが言い広めることは違います私が知っている私がの勉強したその小さなの知識ではないんです神様のお言葉その聖書の真理を伝えることなんですたまにはあの世の中のたくさんの音にあの薄漏れる時もありますちゃんと聞き えない時もあります。たまには私たちをあのそう。知りする人たちに、私の人格が無残にあの踏みつける時もあります。でも下げてあの言い広めなさい。そのユーチューバードはすごくたくさんのあの購読者たちがあの空読のバ,バ,バ,バッテンそれであのな,なんか押したりするんでしょ？なんか？ それをしたらお金を稼せるんでしょ。でも私たちキリスト人の目標はあのただ一人なんです。人間なんです。本当に神様を探している一つの霊魂が私たちには大切なんです。で、先にあの探してみたとあのま対による福音書の重調に戻ってきます。マタイによる福音書の重調なんです。 で、一緒に読みます。あの町や村に入ったらそこでふさわしい人は誰かをよくあの調べ旅立つ時までその人のもとにとどまりなさい。町や村に入ったらそこでそこに入ってたら。 たくさんたちがあのみんなが私を回ってくれることじゃなくてその中で正しいな人がいるということなんです。福井に正しいな人、救われてもらえる正しいな人、神様を使える時、使える正しいな人、その人がいるっていう話なんです。その正しいな、その一人を探してて見てて、あなたたちがそこで福音を伝えたり、他のところであの離れる時までそこで泊まりなさいっていう言葉なんです。正しいな一人があるからなんです。いるから。 その一人一人の家庭を私たちは確実に探すのがすごく大切でそれであのあっちこっちああのそのあのそかけていくことじゃなくて祈りしながら一人だけ神様の中で導きすることが大切なんです。もちろんあのたくさんのいろんな人を転倒することも大切なんです。でも あのいろんな人を伝えてとしてってもあの神様が心を上げてくださるその先にくださったあのその人たちがいます。それでその中でもっと心が空いてる人に先に進んで確実に過ごわれるもらえるように教えるのが必要だったと思います。 マタイによる福音書の13章をちょっと探してみます。近くにあるので、マタイによる福音書の13章の31節から32節までなんです。 で、イエスは別の例えを持ち出して彼らに言われた天国に墓らしい種に似ている人がこれを取って畑に巻けばどんな種よりも小さいのに成長するととの野菜よりも大きくなり空の通りが切って枝にイエスを作るほどの木になる。で、天国を今比べてみてくださいました。その種の はじめは小さいな、あの、すごく小さいな種、種と似てて、でも、それが育ってて、木より、あの、木になって、あの、それ、空に通りが切って、枝に椅子を作るほどの木になる。なんで天国を、種と、あの、今、あの、調べてみてたら、はじめは別地のない、普通に種に見えるんですけども、 それが成長してたら大きくに木になってたくさんの鳥があの巣をかけるのがかけるようになるでしょそれを同じに初めにれてもらった時には普通の兄弟ささんんん姉妹さんに見えるんです。でもそれが信仰が成長してたらたくさんの霊魂たちを神様の中に導いてたくさんの生徒の人たちがその一人の兄弟さん姉妹さんのおかげさまで誘育を得るようになります。だから あのその一人がどのぐらいたくさんの人たちを連れてくるかその小さくに見える一人のむしろにたくさんの人たちが立ってるか立っているか私たちは見かけだけ見てて簡単に判断できないんですそれで私たちは一人としてても絶対にあのー 絶対にあのその問題をあのなおざりにしてはいけないんです。だから、神様は一人を得ることを今、神様望んでいらっしゃってるんです。タニエルの認知の二重構成地にそ、そこで、そこで、アリヨクはあの恐る恐るタニエルを王のもとに連れて出て、こういった。 ユダの奉仕の中で一人の男が見つかりました。王様に改祝句を申し上げると言っております。そのパベルのすごく昼のところでたくさん人たちの中でルブガネッサルの王の有名をあのそれを解析する人が全然いなかったんです。ただ一人の神様から知恵をもらった。 あのタニエルだけそれを解釈することができましたそれでこの,あのアリオクアリオクがそのタニエルを会いましたでもしタニエルがいなかったらたくさんの知識の人たちを王の,あのことで全部死ん,死んじゃったかもしれないんですでも話しました「王様一人を私が得りました」でこの一人の男を見つかりました タニエル王の一人の影響はすごかったんです。たくさんの人たちを死ぬさから助けてくれたんです。タニエルが王様の心を全部あの助けてて、この一人があのすごくあのこの天界より大切なんです。全人類があのロアの一人、ノアのその一人の家庭を中止してまだ始めました。 その一人がすごく大切なんですで神様をそのあの恨みしたったイスラエルたちはこのモセの一人の教えのおかげさまであのアレノの40年間の間をあの出ることができましたヨシアのその一人が人者になってこのすべてのカナーの戦争を勝利してカナーの地を得るようになりましたその一人が大切なんです 私のカーテイにとってもすごく一人が大切だったと思いますそれであのラハプそのラハプのその一人の信仰その日一人の信仰がそのカーテイとその友達家族を親戚を全部あの助けてもらいましたイボイヴ人の,あの100人台以上のコルネルワース知ってますよその一人はそのカーテイと近くに友達 全部助けてもらいました。救われてもらいました。せ、あのコルネルは神様の言葉を聞くときにペドロが行きました。行ってみてたら、その友達と近いにあの全部はあの家族を集めて待ってましたペドロ。その一人の影響は無視できないことなんです。で、よくあのルディアの一人を中してそれでピリピンの監修の一人を中しても。 ユーロッのの初めの教会が建てられるようになりましたそれ地域のテント国のテントこの黄金政界のテントは全部家,家庭の中心として始まりました首都圏公録を見てたら初めに過ごれたその一人とその一人の犠牲を注視してその地域に教会が建てられるようになりましたできるだけあの小さいことを一番最初に あの隔室にするのがすごくあの大切なんです。と賢者院に私パリの教会に聖徒の人たちの中であの遠いから離れてて信仰の生活をし,している人はいらっしゃってるんです。本当に神様の言葉を現場であの聞きたいあの心があります。近接に神様の言葉を今探していらっしゃってるんです。 でもすごく遠いところに離れてるなのであの今あの予見が良くなくて一緒に集まれらないんだけど講座で顔を見ながらあの近くに講座したいんだけどもうしょうがなくあのオンラインの中してだけあの今教材をしてるんでしょでも神様はその,あの小さいなこと その小さいなその心を神様は大切にご覧にしてくださるんです。で王様。私が一人をあの見つかりました。その一人のおかげさまで周りにいるたくさんの人たちが助けてもらったし、生命を得るようになりました。今も同じなんです。で、神様の前で見て見てたら、今はただの教会からちょっと離れてて。 一人で寂しいし、なんかあのどうやって信仰の生活を続けるからも知らないし、あの功罪がすごく混接に懐かしいし、一緒にしたい気持ちがあると思います。でも、後で時間が過ぎたら神様その一人を見つかりました。 その一人のおかげさまでその地域に福音が始めててあの神様の体になったその教会が建てられるその栄光的なあの姿を私は見ると思います必ず。その人が隣にいる人があのなるかもしれないしその人があの本当にあのすごくあの天下にすごく小さな私になるかもしれないし。 私も大切に思って私の周りにいる本当にあの、うん、私が見るときに弱くに見えるその兄弟さん姉妹さんたちがなるかもしれないしその一人が。だから私は大切に思っててあの感謝な気持ちで一緒に講座しながら祈りしてあの捕まってって するのが大切なんです。それで私たちはできるだけで一人の家庭にもっと祈りしてて、その一人の家庭をために私は手伝わなければならないと思います。本当に小さいなことは初めに確執にするのが必要だったと思います。小さいことが大切なんです。千百の九十年代に韓国で預見者として入ってきた方がいます。 韓国であの要件者として来てくださって、あのマポーサムエサムエルっていう要件者の名前なんです。その元々のこの方の人は？サムエ,エイモフェットなんです。それを発音的にあの韓国の言葉でマッポーサムニョルって、あの韓国の人たちは呼びました。でも、その預金者が。 あの朝鮮に昔の韓国のサウルに福音の始めを立てて。でも、そのあのちょっと話があって、そのあのマッポーサンニャルポックチさんに。預金者に、あの、あの石を投げて顎が壊した人がいます。その時にすごく有名な役者として、あの人、イーキープンっていう人がいて。その人が、そのイーキープンっていう人が、後で。 あの、韓国の教会の、あの、まだ、あの、なんか、あの、宣教師になるんです。チェジュっていう地域で宣教師と、の、牧師さんになりました。そのイギプの牧師さんは、自分自身が、そのマッポサンニャの宣教師の、悪を壊したんですが、その、宣教師が、あの、告発してなかったんです。それを愛として受け取っていることを、いん、い、ない、あの、忍耐することを見てて、その姿を見てて。 その方の前であの解雇してそれでイエス・キリストを受け取るようになりましたで小さい忍耐がすごく大きな実を結ぶようになりました世の中ですごく大きな仕事も本当は小さい仕事からあの始める場合が多いなんですそれであの小さいことも無視しなくて財前を尽くさなければならないんです。 そんなにしてたら、現れて、現れたら、日からを、あの、あの、現れると思います。またマタイ,ニイの福音書の十兆に戻ってきます。マタイ,ニイの福音書の十兆の二十七節です。マタイ,ニイの福音書の十兆の二十七節です。 私が読みます私が暗闇であなたがあったに言うことを明るみで言いなさい耳打ちされたことを屋根の上で言い広めなさいで救われたあの福音を言い広めることは私たちに任せた使命なんです私たちは伝播するために先に聞かなければならないんですで仮名の中に何も入れずに 何も汲み取ることができないんでしょう汲み取れることが私聞かなかったら何事も喋られないんです私の中で神様のお言葉がいっぱい入ってたらその後で私の口から神様の言葉が出るんですヨアネニュー福音書の日帳を見てたらあの宴会の世話,世話役の話が書いてありますでもその,あの,あのブドウの酒が全部なくなって あのすごい喜びと楽しみさであのいっの。あのあ。なんだっけあの。葡萄の種は大切なんだけど、それがなくなって、親もしもべたちもどうしようがなかったんです。そのイエスはおしゃべってくださいました。亀をあの用意してて、亀の。あの淵まで水を満たしなさいって言って、それでしもべたちは。 あの話通りに亀の縁まで水を満たしましたそれでイエスはそれを組んで宴会の,あの世話役のところへ持って行きなさいと言われましたでその時は水だったんですでもその中でそのテンの中でそれがあのぶあブドウの酒で変わっちゃいましたで今まであのあの飲んでなかった一番おいしいなブドウの酒になりました 一番大切なこと私あ、亀っていうことは私たちの心なんです。亀っていうことは私たちの心なんです。水っていうことは神様の言葉なんです。水で洗ってお言葉としてきれいにしてくださった。水で洗うことみたいにお言葉としてきれいになる。水っていうことは神様のお言葉なんです。だったら、あの亀の中で水を入れるためには、 神を神あのまず空な綺麗にして私たちもお言葉を私の心なんかで入れるためにはあのその私の心をあの空にして私の地域あの世の中の地域を全部捨てて神様の言葉として私は入れなければならないんです。 それで、あの、亀の縁まで水を満たしたら、亀様はそれを組んで、あの、ところへ持っていきなさいと、亀様の言葉通りに住んでたら、何もなかった、その水が、あの、持っていくその過程の中で亀様が歴史ってくださって、それが変わっちゃうんです。その言葉の喜びさを人たちに比べなさいっていう意味なんです。それで、 私たちは伝播するところで必ず私をあの中であの満たすそのあの過程が必ず必要なんですその満たすやり方は聞くことなんです福音を伝えるためには私たちはあの数百あの聖書のセミナーを聞きます聞いたことをまだ聞いたりまだ聞いたり繰り返して 本当にすごわれた人たちはあの、毎日同じの聖書のセミナーを聞いても、まあ、いつも新しい感じをあの感じられます。私の信仰がもっとあの強くなって、あ初めは全部を悟らなかったんですけども、全部だんだん悟るようになって、信仰がもっと強くなって、もっとあの救援の確信が生じたら本当に、 あの私たちもそれはあの確実を持ってて転倒することができます。影響する人たちは例えば影響を本当にうまくする人たちはいます。でもその影響を本当にあの上手くできない人がいます。正確にあのなんかあの内政的なたちは。 内積の人たちは逆にあの開口性の人たちどっちがいいと思いますかどんな人が影響をよむくするかそれを調べてみてたら自分が販売するそのものについて確信があるとだ営業をうまくすることができますそれ開口性とかあのあのそれあのなんか内政的とかその問題ではないんです。 それをし、あの調べてみてった結果で、それで、あの本当に粒が販売するものが確信を持っている人たちが影響をうまくすることができます。私も昔あの影響をしたことがあります。でも物についてのあのことは私もすごく弱いんです。だからその物についての確信が私がなかったんです。 もうだからいつも失敗して全然売れなかったんですでも私が教育のその影響はしたことがありますもちろんその教育は私が作ってて私が教えることなんですでもその夫婦については あの、私がよくよく知ってるんでしょう。で、確信があるから親たちに説得するのにすごく、あのすごくあの,あの説得力がありました。子供たちにもだから、あのいつもあの。例えば10回影響してたら8回は成功しました。必ず成功して戻ってきました。福音の伝播するためにも。 私たちは聖書のセミナーを聞いて聞いてまだ聞かなければならないんですもっと確執な信仰を持ってて心を持ってて転倒することはできると思いますそれでそして神様の解明お高いに愛,愛しなさいその愛を私たちが転波してるんですそのためには私は最近さお言葉聞いて読むことが必要なんです結局神様の言葉を聞かなければならないんです だから私がやらなければならないことはちょいあの強い強い聞くことなんですでも聖書を見てたらよく聞こえますか違いますよねよく聞こえない時が多いなんですちゃんと聞,聞こえない権威は何だと思いますか神様はいろんなやり方で今,今繰り返っておしゃべってくださってるんですが神様は特別に暗闇のどこからおしゃべってくださってるし 耳の内部ででおしゃべっっててくださってるんです27節に書いてあります。私が暗闇であなた方に言うことをまだ耳耳打ちされたことを屋根の上で言い広めなさい。で神様はあの暗闇のどこでおしゃべってるし耳打ちされたことをで誰が神様が耳のナイフであの おしゃべってくださることを私は聞こえますか最近のたちはすごく忙しいなんです世の中ではたくさんのうるさいな王道があります忙しい人な正解なんです私たちキリスト人も間違ってたら世の中のそのうるさいなあの王道の中で集中力が落ちるんです気をつけなければならないんですあの耳のナイフで聞 聞こえるその言葉はその音は大きい音じゃないんです静かに聞こえる音なんですで集中しなければならない集中してたら聞こえる音なんですなぜは今の地位代で神様の声を聞こえないんですかで人たちがえそみたいになってるからなんですえそしてますよねそう漱石の,あの二重校長を探してみます。 <laughs> 創世記の二重高唱の二十七節なんです。二重高唱の二十七節です。創世記の二重高唱の二十七節です。一緒にお読ます。二人の子供は成長して、エサワと巧みなあの下流道での能の人となったガイヤゴポは。 穏やかな人で、天幕の周りで働くのは常とした。なんか餌はあの匠を変えるので。カルスに慣れたいと。の脳の人なんです。自分に合ってるあの。その動物を、あのカルスする仕事に。あの。専念する人なんです肉身のことを。探して。世の中を、あっちこっちを。自分の。 力、自分のやり方自分の経験です世の中で成功する人なんです餌はその餌はそうなんです私たちはどうなんですか私たちはあの天幕の周りで働くようにしなきゃならないんです教会なんです教会の中で泊まりながら静かに穏やかな人として神様の言葉を聞きながら 神様が望んでいる。主婦は何かということ。を聞きながら深くに考えながら神様がくださる。その恩恵を得るために。なんか時になった,ったらあのヤコブみたいにあの未来を見れる人にならなければならないんです。私たちは静かに。あの、照れかす聞かなければならないことを聞かなければならないんです。 昔にあの昔の話なんだけど、今モルスの符号を使うところはないんです。そのモルスの符号はよくあの流行ってるビジネスがそのひ広がれてるその時があったんです。その時はあのすごくあのそれあの最最新の技術だったんです。 そ,れその会社があの社員の選ぶその高校があのその新聞に出てそれを嗜患するために行きましたその会社はすごく大きな音が聞こえたんそれであのすごくあのあの全身の機構も聞こえたし転身,転身の声も聞こえたしその若い人が「あの」 この会社に通っている人の指示に従って勝利を書いてインタビューを待ってましたでも他の七人の人たちが先に来て勝利を足して自分を呼ぶことまで待って,待ってましたでもちょっとなんか時間が過ぎていきなり青年が起きて前の七人が待っててなのに あの歩いててそのインタビューブル入るために入っちゃいました部屋の中にそれで他の人たちはすごくあの何が起こったかなってあのすごく気になったんですその人たちはあの症例の書いて待っててすごく時間が過ぎたんですでも自分が自分たちは呼ばないから時間が過ぎてすごく小さい声ですごくあの なんか、あの、その時から、その会社について、不えいを、あの、行ったりしました。でも、その中で一番遅くに来た若い人たちが入ったんだから。あの人たち、間違ってんだから、資格の喪失になるかなと思いました。でも、ちょっと時間が過ぎて、あの、その。その、あの、や、人を雇う人が、その若い人を連れてきて、出てて。あの、みんなに話しました。 で来てくださってありがたいんですお疲れ様でしたでもうちの会社はあの全部このや,やっといました人をやろうこともったいないんですがあのみんなさん家に帰ってくださいって言ってそれであの先に来たのその7人がなぜ私たちはインターブもしないんですかでインターブもなくてなんか詳しいですってあの言いましただから。 あのこの雇い主はそんなに話しました皆さんがずっと座っている間に私たちは何回も呼びあなたたちを呼びました私たちがこのモルスの風向の会社でしょそれでモルスの風向を使ってあなたたちがその風向を理解してたら今すぐ今すぐその理解した人たちはインタビューするためにその部屋に 入ってくださいって、あの、よく、あの、あの、呼びましたって言いました。で、モルスの、その、服を聞いて、その若い人たちが、その部屋に入、は入っ、ました。その、進行を聞いて、だから、うちの会社は。その人が、私の、会社に、あの、あの、すごく。適合だったと。 思って選びました。だからそのうたちは、その、あのうるさいの中で。そのモルスの風光に集中して、その声を聞いたんです。信仰。でも先に来た人たちは、そのうるさいのその環境の中で、その声を聞かなかったんです。それで、私たちも神様の言葉を、あの聞かなければならないんです。神様の言葉は。 静かな。ところで降りて食ってるんです。暗闇のところでであの耳のナイフから聞こえる。その神様の言葉だから小さい声なんです。世の中の。 本当に大きな声がある中で私たちは神様の言葉を聞くために静かなところ、あのひっそりと寂しいなところが必要なんです。ヨハネによる福音書の一章の四十節にピリップがナダネエルをあのイエスの前であの連れてきました。その時にイエスがおしゃべってくださいました。あのナダネエルにあの話しててピリップがあなたを呼ぶ前にあの それでナダネイルが「どうして私を知っておられるんですか?」と言うとイエスは答えた「私はあなたがピリッポから話しかけられた前にイチじクの木の下にいるのを見た」と言われた。だからナダネイルはいつも祈りして普通のそのあのよくあの木を探してきてその,の木を探してきて。その 神様そのな,な,なだなだなだなしてたし神様切ってくださった時にイエスはそのなだれだれの心をあの見せてくださってなだれの立場ではあの普通に静かに神様と会話する途中にイエスを会えるようになりましたで静かに神様の言葉を聞くために祈りした時が必要なんですイエスも 大事な仕事をする前には静かな所で行っててあのまだあのい祈りするその習慣を持ってましたで朝早,くあの朝早くまだ暗いうちにイエスは起きて人里離れた所へ出ていきそこで祈っておられたで私たちが水曜日日曜日の時お言葉を聞くこともあの それも、あ、すごく大切なんです。すごく公的な場所で聞くことも大切なんですが。静かなことは、経人的に。神様の言葉を、個人的に神様の音声を聞く一番いいやり方なんです。詩篇の百四十校長の構成地を探してみます。詩篇の百四十校長の構成地です。詩 <laughs> 篇の百四十校長なんです。 で、降説です。詩篇百四十校長の降説です。あなたの輝き栄光と良い,い子、驚くべき御業の数々を私は歌います。で、神様の、その。私は。 聞きます歌います。タビドの「旅祖」の賛否のンなんですけども「旅祖」は神様のあの言葉をちゃんと聞きました。だからそれがすごく大切なです。間に神様の声を聞くやり方は時間が絶対必要だしそれを特別にあの夜にしてたら紙幣の16章の6節なんです。 で、あの詩篇の16。章の7節です。私を主を讃えます。主は私の思い励まして、私の心を陽光と諭してくださいます。で、心の陽光と諭してくださいます。っていうことは、神様の教えさを心からあの悟るようになることをいつなんですか？夜術つつなんです。 だようにもっと深くになることがあります。で、四編の六十二章も探してみます。詩編のよ六十二です。十一節です。六十二章の十一節なんです。一つのこと神は語り、二つのこと私は聞いた力は神のものである。神様が 一人一つのことを私が聞いた二つのことを私は聞いた神様おしゃべっている言葉はいつでも私が望んでいる時にいつでも神様が「あの神様してください」って言ったらいつでもおしゃべってくださいことじゃないんです。インターネットを中してもうあの週日、日曜日曜 言葉を伝えるところに来てたらいつでも聞くことできますでも神様が私にくださる言葉はいつでも聞くことではないんですだからもっともっと静かに黙想することが必要なんです世の中の賑ぎわなその王道を全部消してただ神様が私の心をあの探してくださって私の耳の から小さくに聞こえてくださるその神様の音声を私は聞かなければならないんです。あのなんかあの太鼓の甲の友達があって友達をあのそのお父さんが働いてる木場に連れてきましたそれて子どもたちが行ってみてたら初めに聞くその木以ののこの王道。 その丸太があの切られちゃりその光景を見ててすごく心が浮き立ちてそう心がすごくあのあのの浮き立ちてそのあの太鼓があの机の上にあのそのそ外したあの時計を腕の時計を触ってみてて。 あのそれを間違っててあのお化粧水の中で落ちちゃいましたそれでそれお化粧の中であのそれをあの腕時計が落ちたってそれをそのお化粧の中を全部めぐしたんですか時計をあの探したんですか見つかれなかったんです。 だからなんでそれを触って,出て話しながらお高いに喧嘩したら責任を転嫁したりしてたりしましたら,だら子供がそんなにしているからそのた対空がさんあのお,お父さんが切ってあのと転勤の機械の道具を切りましたそれ七時間になっててそれで子供たちを全部読んでてここに来なさいって言って全部集まってたらあの一人の言葉で。 あの急いっても心をあの取り直してまず膝をまっすぐしてくださいって言ってみんながあの膝をまっすぐしてそして耳をその下の床に当ててみてくださいって言って静かになりました。でどんなことが聞こえるのって言ってどんな人だどんな声だったんですか時計のの声が聞こえましたすごく小さいなあの 声が聞こえましたそのと、音であの時計を見つかりました私たちもなんか急いでしなければならない時がありますどこに行こうか私が何をすればいいかもういくらでも知らないその時がありますその時に慌てに世の中の声を全部消してください それ慌てずに落ち着いてあの対象を競ってて何も誰もいないんです私の隣で子供とかう,うさこににぎやかになそんでも誰が私に何か言っててもオドは私の方から全部消してください。で世の中のやり方とかも全部消してその大きなことを解決するためにはどうすればいいか。 心配も消してください。いや、あの世の中のやり方も全部消してください。膝をあのまっすぐして耳を聖書に当ててみてください。私の身長に私の耳を当ててみてください。どんな音が聞こえますか？私の身長から神様のこの怖い、あの細かいな声が聞こえると思います。そのエリアは本当に。 あの危ないなその中でイセベルの,あなあの,いあのエリアを殺すっていう時にエリアは自分の命のためにどうしましたかその急いなその状況でエリアは神様の,あの細かいなど声を聞きましたそれで「あのレ記記キ記蝶」の19章の11節なんです。 レジオキージョの十九章の十一節なんです。十一から十四節までです。で十一節なんです。週はそこで出て山の中で収納前に立ちなさい。 と言われた身をその時、主が通り過ぎて行かれた主の見舞いには非常に激しい風が起こり山を裂き岩を砕いた。そこであのすごく強いな風でそれ山を裂き岩を砕いほどすごく強いなあの風が起こりました。そこで神様いらっしゃると思います。持ち続けて読んでみます。 しかし風の中に主はおられなかった風の農地に地震が起こったしかし人たちは人間はすごくあの危なくて強いな激しいなその中で神様がいらっしゃるとあのおごってはしてくださると思います普通はでもその大きなあの強いな激しいな風の中では神様は いなかったんですまだ風の農地に地震が起こったって言ったらその地震の中にも主はおられなかった。12節なんです「地震の農地に火が起こった」しかし火の中にも種はおられなかった。 で、日の後にその静かな囁く声が聞こえた。それで中三節にそれを聞くとエリアは回答で顔を置いて出てきてあのほら穴の入り口に立ったその時声はエリアにこうつけたエリアよそこで何をしているのかここで何をしているのかエリアは神様の声を聞くためになんかどこで いましたでも天地を点灯する衆はその激しな風の中で地震の中で火の中で現れると,ともできるなのにでも神様はその中でおられなかったしその静かに囁く声でおしゃべってくださいました。モーセに現れたあの神様は このすべての天地が全部入れられない、大きくて。あの天地天皇な神,神様です。その神様は。本当に小さいな、あの。あの日の、昨日日の中でおしゃべってて、あの。神様、あ、現れてくださって、あの、くださいました。本当に大きくて、あの。 それは郵送であの賛否して驚いたり神様はその中でおしゃべってくださると思います大きくにしゃべったり隣の人も気にしなずもっと大きくに祈りしたりあのしゃべったりとか何かを大きな隆盛を見せたり人たちがにぎわかでその中で神様がおられると思います。 個人的に、神様がおしゃべってくださる時は、静かの中で、静かの中で、神様、おしゃべってくださるんです。私の心霊を照らす一つのジュルみたいな、この声を、私は聞かなければならないんです。で、まだ、神様は、暗闇のどこでおしゃべってくださってるんです。まだ、マタイによる福音書の十兆の二十七節に。 マタイによる福音書の10兆の27節です。私が暗闇であなた方に言うことを明るみで言いなさいそこの言葉で私があなたに暗闇であなた方に言うことを実際にイエスは 暗闇のどこで弟子たちにおしゃべってくださいましたそれじゃなかったら私があなたに暗闇であなた方に言うことっていう表現をしてなかったと思いますだったら何でわざと暗闇であなた方に言うことっていう表現を使っただと思います弟子たちは神様を連れて行きました一緒に住みましたあの暮らしを共にして ヒルは忙しく動いた,たと思います。イエスは3年半間にあっちこっちを通いながら福音を伝えました。そんな時は荒れのでお休みになったり、山でお休みになったり時もあったと思います。弟子たちも一緒にあれ野とか山のところで寝たと思います。でも、 あの暗闇になってたら夜になったったら何,何も火のない時から弟子たちを集まってって弟子たちにおしゃべってくださったと思います。どんんなな声も聞こえないしかかったんですですごくあの四方であのおかんが感じるその。 あの獣たちが叫ぶその音が聞こえる。その暗闇の中で神様を昼にあの連れて行ったんだから、すごく疲れてるんでしょ。でも、その夜に神様がおしゃべっててくださって、その時に弟子たちはあの司法が見えない。その暗闇にもっと神様の言葉がはっきり聞こえたと思います。私たちの人生の中でも同じなんです。 いつ神様の大声がすごくはっきり聞こえますか？暗闇のところなんです。この司法があの詰まってるところから、神様の言葉が悟ってって、上から下る。その手伝を手下餌を経験するようになります。深い谷間です。 そのあの谷間の水は上から下に下るんです。だから深いあの谷間にあるんだけど、神様の恩恵は上から下まであの流れてくるんです。まだあの私があの真の鬱陶しい谷間にいる時に、神様の御勢はもっとはっきりに聞こえます。私も一緒に知ってて、私をあの。 平和で守ってくださる神様の知恵とを私たちはあの聞くようになるしまだどうなんですか人生の中でそのすっごくあの暗闇がいっぱい吐いてる時にその時になったら神様の歴史を見,見るようになるし流れてるあの私をあの全部忘れてる私のその心がきっと 当たってる時に比較になってる神様の意を、きを経験するようになります。人生の深いの。そのあの、なんかあの。絶望の中で神様の音声を聞いて、まだ生きている人たちはまだ言い広めることができるし。その難しさの中で、私を助けてくださった、あの、その神様。 を経験してたら確信をもちろになるんでしょう。神様の恩恵を聞いてまだあのまだあの生き返した人たちは必ず神様についてを伝播するようになります。その人は死ぬことが怖いじゃないんです。自分の命と変わって神様の福音をあの伝えたいと思います。 そうね、いやどこでも神様のあの神様の言葉を伝えることができますマタイによる福音書の十章の27節です私が暗い目であなた方に言うことを明るみで言いなさい耳を打ちされたことを屋根の上で言い広めなさい神様が悟ってくださったことを暗い目のどこでや屋根の上でも言い 広められることができます。たくさん人たちがミロの前で現れて、対談に転破しなさいっておしゃべってくださいました。命を懸けて転破しなさいっていうことなんです。で、マータイによる福音書の十兆の八節を見てみます。病人,病人を癒し死者を生き返らせ重い日。 風病をあの患っている人を記憶し悪霊を追い払いなさい「ただで受けたのだからただで与えなさい、ね」直してってくださいそれであの死者を生き返らせ重い皮膚病を患っている人を記憶し転破することで終わらずにたまに私たちがあ私は伝えた。 あななたたは聞かなかったことだよ私はもうできるだけあったよあなた息が強いからだよ私は一回転播したんだから私は責任がないでもう終わり私からは私たちはそんなに転播して伝えてもう救われてもらってもらわなくて別にいいって言ったらダメなんです私が伝えることが実際的に。 その結果が現れるか出るかそこまで見なければならないんですだから私は真相に直すことで終わらずにでエレミア6章の四節です14節ですでい一緒に読みます彼らは若民の アーメチョウテカルニチ <coughs> でエレミア書の「六条」の「注意音声」なんです。で深層に直してくれるパイが何回あるんだけど神様の恩恵であの救われてもらうことそれよりもっと他のことを大切に あの教えてたらそれは心臓に直してくれることなんですなぜなんですか自の問題を完璧に解決してたら遅刻からすぐよう足すんですだから遅刻からすぐい足すそのすわれてもらうことがなくて信仰の恩恵はないんです だから、救われてもらうその恩恵より神様に肉身に祝福をもらうことをもっと強くにしてたら、それは真相に直してくれることなんです。もちろん救われてたやつに神様の祝福をもらうために信仰の生活のやり方をちゃんと教えてもらうこと、あの説明してあげることは大切なんです。でも助けてもらうことは別にして、神様に祝福をもらえるためにあんなに住みなさいってあの教えることは真相に直してくれることなんです。 それで、二番目には、霊魂があの、あなたの魂が恵まれているように、あなたが。すべての、の面で恵まれ、健康であるようにっていう言葉があるんでしょう。だから、あの、霊魂が魂に。で、あなたの魂が恵まれ。 ているようにあなたがすべての面で恵まれが先じゃなくすごわれるもらえることを対等にあの適当に教えて信仰の生活の行動をもっと大切にすることはまだ生まれてない人たちが歩いたり走ったりすることはできます一番初めにはまだ生まれるの確実に生まれてるとか成長しながら立ってて歩いてたり あの、走ったりするんです。だから、順番が大切なんです。それで、救われてることは、あの、大雑把に。あの、過ぎていって、信仰の生活の高度だけ、きょう、あの、ちゅあの。考え、教える人たちは、あの、真相に教えてあげる人なんです。で、精神をもらった人たちがけ。 デッキにあの精神が望んでてるあの恩師をもらってそのあの因子に従って奉仕をしたりするんですだからあの精神をもらえることが先だしそのに従ってあの力が入ることは神様からもらうことなんですだか,だから今はどうになってるんですか精霊をもらうことだから凄われてもらうことより なんか自分から神様がもらうその力を大切にするんですだからみんながあの保険してみんながあの悪魔を追い出したり御恩者だけ先に立たせたらダメなんです それを先に立たせてたらそれも神祖に直してあげることなんです。そしてその服についての知識が完璧ってしてても、救援ということ頭からもらうことだ。頭でもらうことじゃないんです。だから協力、あの神秘周期であの流れてたら、だから神秘中周期は祈りしてて病気は治してたりとか、なんか何かが なんかいきなり解決してたりとか祈りを中心て神様からなんかあの恩恵を経験した霊的な,霊的なあの体験を大切に思う人私はそれをなんか恐竜をもっと大切にする人そんなにしながらあの福音は別にして福音にはその人にあの 本当にあの福音を本当に教えずにそんなにしてたらそれも真相に直してくれるあげることなんです。それを気をつけなければならないんです。私たちも福音を伝える時にただ知識で伝えてたら私たちもそれは真相に直してあげることなんです。それで開口して福音を信じなさいってあのイエスはおしゃべってくれたんですが開口はあの適当にして 人たちが自分の罪の話しすることあんまり好きじゃないんですよ。遅刻についてしゃあの話しすることもあんまり好きじゃないからそこもあの適当に話してあの生まれてからまあまあもうこれは知ってるよ私は罪人っていうことを知ってるよってあの適当にあの通り過ぎて本当に自分が遅刻に行く罪人っていうことをあのはっきり言わずに あの,あの自分があの人にひざをまっすぐするために福音を聞いて心から悟って別れるように手伝わなければならないのに福音を理論的に理解させることを解雇しない人に解雇がなかった人に あの十字架のうちのお陰様で、あた、あなたは罪をもらあの許してもらったんだから。あの天国に行けるよって、あの。それは、あの間違って直してあげることなんです。マダマ一つは、あの一つの畑で、二つの種を混ざって。あの入れることみたいに、に新免許の二十二兆の九節に。 それで一つの畑に二つのあの種をあの振りかけたら何タイムなんです。心の畑に神様の言葉もあの振りかけて、人間の教えも混ざって振りかけるのは間違って教えていることなんです。それで私たちはそんなことをあの間違ってあの教える直してあげることは私があの気をつけなければならないことなんです。 あの種をふりかけるあの農夫はすごく豊かな実を結ぶことを望んでます。それは当たり前なことなんです。農夫があのちゃんとあの畑から実をちゃんと結ぶことを望んでるます。それと同じように私たちも小さい的な結果を望むことは当たり前なんです。私たちのあのあ,あらゆる努力 あれる努力があの無駄骨に終わらないように私は今節に神様を祈りしながら伝えなければならないと思いますおしまいしますすごわれた人たちとしてたら誰でも福音を天パの使命をもらったキリスト人だんです使命をイエスから私たちを呼んでくださって救援の 福音として私を呼んでくださいましたそれあのい血の至るまで私の勝因になりなさいって言いました私はキリスト人なのでそれはあの特別じゃなく救われた人としていったら誰でも転倒しなければならないことなんです当たり前なことなんですそれをために私の人生のうるさいなおどを全部消さなければならないんです。静かに 暗闇のところからだからもっと神様の声を集中できるその人生を積んでほしいですその目でたくさんのインポが入るんです音がなくても目で入るその石化でおかしなインポがたくさんあります声が大きなですたまには神様の声を聞くために私の目を あの目をあのつぶって目をつぶって静かに神様の考えにふけて考えてたら神様のの言葉が私の中にに豊かに入ると思います本当に神様の言葉が私の中にいっぱい入ってたったら私はその後からは対,対談に伝えられるしはっきりの あの福音の歴史が、あの終われるように神様が私たちを誓えると思います。私たちは。どうにしてても、私の周りにいる人たちが、救われるような姿を。神様、愛するその姿を、私は必ず見なければならないんです。一緒にお祈りします。神様、ありがとうございます。私たちを。 あの遅刻の立ばから助けてくださったことについて感謝差し上げますその世の中で住む間に一緒にしてくださってもっともっと大きな恩恵としてあの入れてくださって私を導いて教えてください世の中はたくさん忙しいって世話しいなんです。私の心を精神を 全部あの世の中はすごくあのすごくあのですでもそんなにあのせわしいな世の中で静かの中で神様と会話するパリの教会の姉妹さんにみんなになれるように。 神様あの恩恵をあのもうし模応してください質感の中で神様を考えて暗闇の中で神様の言葉をあの考える私たちみんなになれるように手伝ってくださいその中で私たちに神様の恩恵のおかげさまで先に入れてくださって。 確実ある神様の言葉を対談に伝える私たちにみんなになれるようにみんながなれるように私たちを使ってください必ず私たちを従して私たちとつながれてるみんながすぐわれた確信を持ってて神様を愛しながら神様を従うその姿を見るように私たちを手伝ってください遠いところから 一緒に言葉としてあのまだオンラインで講座してる信仰の家族どこにいらっしゃっても神様の同じの,あの恩恵と修復をあのいらっしゃってるところから対談に神様を証介してあの神様に体になった教会が立てられる大事な一人になれるように手伝ってください。 そのすべてのことを神様に感謝します。神様の,のそのあの恩恵が私が私のあのみんなさんの兄弟さんの姉妹さんにあの下すことを願,願いながらあの主イエスギストのお名前としてお祈りしました。アメン。